とかなんか手が手に入る。
砂箱っていいまして、車輪が空転した時に砂を巻くシステムっていうのがついてるんですけど、その砂を入れておくところっていうのが立体型になっているんで、これはですね、この昭和12年前後に空前の流線型ブームっていうのが、機械デザインの中におりまして
何でもかんでも、滑らかにしていくでないと流行ったことがあるんで、で、この457の前身にあたる、C55 っていうのは、もうフルカウルで全部滑らかにしたようなデザインのやつが出たんですけれども、全部カウリングで優先形にしちゃうと整備性がむちゃくちゃ悪くなるというので不評で、でやらなくなっちゃう、流行らなくなっちゃったんですけども、シゴナナはもうそのやっぱり優先形時代の、名残がありまして、例えばデザイン的に後ろの方が斜めってるですとか、あとこのボイラーの先端部分がですね、やっぱ R がついてるんで、これもう一つ前の世代のデザインだとここパツンと直角につながるんですけれども、457をこうやって R をつけてるというところが、その流線形デザインが何と言いますか、実用性とちょうど、バランスを取ったというところで、457がなんかデザイン的に非常に、優れて見えるというところはこういったところにあるというふうに言われております。このものは C、それから、貨物用のものは D というふうな使い分けになります。動員が多い方が要は摩擦力があるので、重いものを引っ張れるわけですね。こっち見て。ここ見るんだ。